深夜に食べたいベーコンエピを作ります。今日も真っ昼間からホームベーカリーでパンを仕込むぜ。水、強力粉、薄力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れたら、一次発酵までこの人にお願いします。軽く丸めたら半分に切ります。丸めます。布をかぶせて15分のベンチタイム。棍棒を使い縦長に伸ばします。生地の上にベーコンを乗せます。マスタード、裂けるチーズ、ブラックペッパーを振ります。まずはこのように片方の生地を折ります。もう反対側も折ったら指でつまんで口を閉じていきます。そしたらこうコロコロ転がしていって、でもう一回こう不安だからつまんで、で両端ちょちょちょってやってパッてやって、はい出来上がり。こいつを40度で40分の二次発酵。ハサミで切ったら傾けます。これを永遠とやり続けます。楽しい。焼く前に霧吹きで水を吹きかけます。これをやるとパリッと焼き上がるという都市伝説があります。すっかり夜になりました。230度で15分から20分焼きます。ああいいっすね。トゲに大根を刺して出来上がり。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。あなたからのツイッターフォロー泣いて喜びます。なんだかパン作りにはまりそう。